いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はマゴチの極意を解説いたします。マゴチという魚はソルトルアーフィッシングをする方なら割とポピュラーな魚ですが、釣りをしない方はなかなか目にすることのない魚と思います。夏に旬を迎えるマゴチはルアーで手軽に狙えるターゲットで、同じフラットフィッシュのヒラメよりも比較的簡単に釣れやすく、また食べても美味しいことで近年はとても人気があります。今回はそのようなマゴチの生態や釣り方などを次の14項目で解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。マゴチとは性転換する魚、真夏に釣るから照りゴチ、なぜ頭が扁平なのか、なぜ目が小さいのか、マゴチの釣り方、釣れやすい時期、釣れやすいタイミング、マゴチの釣り場、タックルとルアー、マゴチの狙い方、誘い、アクション、食わせ釣り、マゴチ釣りに必要な装備。マゴチとはについて、分類、スズキ目、コチ科、コチ属、別名、コチ、ホンゴチ、クロゴチなど、マゴチとはスズキ目、コチ科に属する海水魚です。細長く平たい体型と砂底に馴染む茶褐色の体色が特徴です。日本各地で見られる魚で、宮城県から九州までの太平洋沿岸や、新潟県より南の太平洋、瀬戸内海沿岸に広く分布しています。マゴチは水深30メートルより浅い砂泥底を好み、砂に潜んで生活しています。砂底に擬態することで、獲物や敵から身を隠し、餌となる小魚や甲殻類が近づいてくると、砂から飛び出して捕食します。その姿がまるで踊るように見えることから、漢字でマゴチと表記されるようになったと言われています。また、マゴチには、マゴチという表記もありますが、これはマゴチの体型が牛の尻尾に似ていることに由来するようです。性転換する魚について、マゴチは毎年4月から7月頃になると接岸し、浅場の砂地に産卵します。孵化した稚魚は表層付近を漂っていますが、徐々にそこに移動して生活するようになります。生まれてから2年ほどは全ての個体がオスで、体長40センチメートル以上になるとメスに性転換すると言われています。平均では体長60センチメートル程度ですが、メスの方が大きく成長する傾向にあり、中には70センチメートルを超える個体も確認されています。真夏に釣るから照りゴチについて、5月ぐらいがマゴチの産卵期になります。ちょうど真夏から秋にかけて旬で、東京湾などではクルマエビやハゼ、メゴチなどの生き餌で釣ります。真夏のじりじりと照りつける太陽の下で釣るので照りゴチと呼ばれます。マゴチは砂地や砂泥の海底に好んで住み、ヒラメなどと同じように海底に潜んで、餌が近くに寄ってきた時にいきなり飛びかかります。海底に張り付くようにして身を潜め、餌を襲うにはヒラメのような体全体が平べったい理想の体型をしています。しかしマゴチも含めコチの仲間は頭部が扁平で、胴体は普通の魚まではいきませんが、縦にわずかに扁平した体型、目は小さく、しかも左右に離れています。不思議な体つきをした魚です。なぜ頭が扁平なのかについて、コチの仲間の中でもマゴチは頭部が異常に扁平しています。例えばイネゴチやササノハゴチ、全長1メートルを超すエンマゴチなども、頭は扁平しているもののマゴチほど平べったくありません。しかしマゴチはまるでスコップのような頭部が平べったい形をしています。マゴチはコチの仲間でも住む場所が若干違います。おそらく進化の過程でこのようになったと思われます。なぜここまで扁平なのでしょうか。マゴチは自分の前を餌が通るのを待ち受けて捕食します。もちろん餌となる生き物、例えばクルマエビや小さな甲殻類、ハゼやキス、メゴチの仲間など、この魚たちもいつ何かに食われるのではないかと警戒して行動しています。マゴチは気配を消すために他のコチの仲間よりも少し深く体を海底の砂泥に潜り込ませるようにしています。カレイやヒラメも砂地や砂泥の海底では、いわゆる縁側部のヒレを巧みに使って自分の体をわずかに海底に潜らせます。そして周囲の砂泥を体の上にかけるようにして潜みます。もちろんヒラメは海底の色や模様に体を変色させることで、さらにカムフラージュの効果を高めて潜みます。マゴチは自分の体をヒラメのようには変色させることはできず、胴の部分が太い丸型の体型なので相手に見つかりやすくなります。その分深めに自分の体を埋没させる必要があります。マゴチが自分の居場所をここだと決めると、まるで蛇がうねるような動きで合わせて小刻みに体を震わせます。すると頭部は
一瞬のうちに砂泥の海底に埋没し、あの太い丸型のドームも完全に埋没します。そうすることで自分の気配を消し、餌となる生き物が無警戒に自分の目の前を通過させることで捕食の確率を高めています。なぜ目が小さいのかについて、コチの仲間はイネゴチやエンマゴチなどは大きな目をしていますが、マゴチの目はイネゴチなどに比べてその大きさが10分の1ほどになります。砂泥の海底などに埋もれて隠れていると目は大きくないと餌の発見も難しくなります。大切な目が小さいと捕食確率を減らしてしまいます。しかし頭部を深めに沈めるためには、目が大きいことは邪魔になるばかりでなく、その沈み込む動きの中で痛めやすくなります。目は小さければ痛めにくく、潜ってからも目がそこにあることを気づかれにくくなります。目を小さくすることで失われることも多くあります。それは視界が狭まり、視力的な能力が劣ることが挙げられます。例えばフクロウやメガネザルといった動物は、薄暗い中でも視力的要素を高めるために異常なほど目が大きくなっています。カメラのレンズなども普通のレンズよりも何倍も大きくすることでレンズ性能を高めて遠くのものをクリアに明るく映しています。目を小さくすることでマゴチも大きなリスクはあります。しかしマゴチは両目の間隔を開けることを進化させてきました。失われていた視野の広さ、餌との正確な距離感といったものを目の間隔を開けることで取り戻していると思われます。このような特徴をマゴチ釣りで活用すると、きちんと棚を取って餌が海底スレスレにあるようにすること、たまに大きなアクションで餌を踊らせ、マゴチの視界の中に自分の餌があることをアピールすること、それが釣果を決定する大きな要素になります。マゴチの釣り方について、ヒラメと同じようにフラットフィッシュと呼ばれて平べったい体をしており、海の底に身を潜めています。夏はテリゴチと言われるように釣りの対象として最もにぎわいます。遠浅の砂浜や河口付近、そして海底がゴロタになっている場所などで狙うことができます。特に夏は浅場に接岸してくるため、岸から最も狙いやすくなります。流れが速い場所は嫌う傾向にありますが、中層まで積極的にベイトを追うケースもあります。習性もヒラメと似ていますが、積極的に獲物を追いかけることは少ないです。待ち伏せして捕食することが多く、死んだベイトでも捕食します。晩秋から春先にかけては深場を狙ったり、越冬中の個体を狙うことで釣果が期待できます。しかし低水温期はマゴチよりもヒラメの方が釣れやすく、マゴチメインで狙うよりもヒラメ釣りのゲストとしてマゴチが混じる感じで釣れることが多いです。初心者の方はまずは初夏を中心としたハイシーズンにチャレンジしてみましょう。難易度は高くなりますが、釣果自体は冬や春先でも出すことは可能です。マゴチはヒラメと違って時間帯や季節によって釣れやすさが大きく変わりやすい魚です。釣れやすい時期について、8月に入るとポイント選びや探り方がシビアになってきます。難易度が下がりやすく、数釣りしやすいのは初夏になります。これからマゴチ釣りに挑戦される方は、釣行するタイミングが非常に重要です。不慣れな方は釣れやすい時期に釣行するのがおすすめです。この時期はマゴチが産卵のために接岸しやすく、群れになっていることもあるので何匹か連続で釣れる可能性も高いです。初夏を中心にマゴチは釣りやすいですが、真冬や春先といった時期でも活性は落ちますが、釣果を上げることは可能です。釣れやすいタイミングについて、一番期待度が高く簡単に釣れやすいのは朝マズメです。日が出てきて徐々に明るくなってきたタイミングが釣果実績が高くなります。目の前にしっかりルアーを通してあげれば食ってくることがほとんどです。マゴチの釣り場について、マゴチは砂泥底がメインの場所に広く生息し、細かな砂、砂利、泥底の場所ならどこでも釣果を出せる可能性があります。また砂泥底の中に障害物や根が混じっている場所はさらに期待できます。沈み岩や捨て石、カキ殻、テトラ、駆け上がりなどが存在している場所は積極的に狙っていましょう。サーフは底質が砂泥底の場所のため、マゴチ釣りでは超定番のポイントになります。遠浅サーフではポイントを絞ることが難しく、釣れる時と釣れない時の差が大きくなります。駆け上がりがあるような急に深くなっているサーフでは、1年を通じて安定した釣りがしやすくなります。漁港、堤防、マゴチ釣りといえばサーフを思い浮かべますが、砂泥底の場所なら漁港や防波堤でも釣れます。時期によって外洋に面した防波堤や
奥まった船止まりがいい場合があります。漁港や堤防で狙うときは水深に注意が必要です。比較的マゴチは水深が浅い場所を好みます。水深が20メートル以上の深場の場合、ヒラメやワニゴチなどが多くなります。河川、河口、マゴチは完全な海水域だけでなく汽水域にも入ってきます。河口周辺はベイトフィッシュの接岸も多く一級ポイントになります。河川の下流域で特に水温が低い時期は大型の個体が河川内で釣れることがよくあります。流れが緩いところを中心に狙ってみましょう。タックルとルアーについて、回遊性の高い魚ではなくその場に留まっていることの方が多くなります。そのためまずは潜んでいる場所を探る必要があります。群れやつがいでいることが多いため、一度バイトしてきた場所では立て続けに釣れることもあります。広く探るためにフラットフィッシュ用ロッドの9フィートから10フィートがおすすめです。マゴチの口の中は硬く、かかりどころによってはフッキングしにくくなります。しっかりと張りがかりさせるにはバットが強いものがおすすめです。リールは3000番から4000番、少し波がある日でもルアーにアクションがつけられるようにハイギアタイプがおすすめです。ラインの巻き取りが早く、突然のバイトにも対応することができます。ラインは1号から 1.5 号の PE ライン、遠投することを考えれば 0.8 号から1号でも可能です。リーダーラインはフロロカーボン5号、20ポンドをつなぎます。ルアーは 10g から 28g までを準備しておきましょう。イワシやボラの稚魚など餌となる魚の活性が高いとマゴチもそれを追いかけることがあります。このような時はハードプラグを使用すると反応が良くなることがあります。このような場合はボトムを狙わなくてもマゴチが浮き上がってきて浅いレンジでバイトしてくることもあります。ジグヘッドを装着したワーム以外にもテキサスリグも効果があります。浮動式のシンカーを使用するため飛距離が出て根掛かりしにくいリグになります。底の起伏が激しく根掛かりが多発してしまうような地形では特に有効です。マゴチの狙い方について、マゴチは海底で餌を待ち構えるタイプの魚です。ヒラメと似た習性がありますが、マゴチの方がより海底付近の餌に高反応を示しやすく、ヒラメは状況次第で中層や水面まで上がって餌を積極的に追うという違いがあります。マゴチ釣りではボトムをゆっくり小刻みに探っていくのが基本の釣り方になります。サーフに近い河口付近やゴロタ浜を狙う場合、広い範囲を探ってみましょう。群れでいることが多く、その場で集中してヒットすることもあります。海底に張り付いたまま通りすがりのベイトを捕食しているため、狙うレンジは基本的にボトムです。主なルアーはシンキングルアーやジグヘッドを装着したソフトルアーになります。狙い方はボトムスレスレをゆっくりただ引きしてくるのが効果的です。リフト&フォールも効果的です。マゴチはルアーを見つけると追ってくる個体もいるため、追いつくようなゆっくりとした速度でアクションをつけるのが良いです。小魚を追っているときは早引きが効果的です。反応が薄いまたは食い込みが良くない場合はソフトルアーをメインに使ってみましょう。シングルフックにするとフッキングしやすい傾向にあります。基本のアクションはズル引きになります。ジグヘッドをつけてボトムをバンピングするのも効果があります。一定間隔でリズムをつけながらボトムから50センチメートルほど上を泳ぐようにアクションさせてみましょう。ルアーを選択する際にはその時期にマゴチが何を捕食しているか知っておくのも大切です。カラーや形などを限りなくベイトに近づけることでルアーにヒットさせる可能性が高くなります。特にワームを使用する場合は、シャコなどの甲殻類が多く生息している場合はクロウ系、キスなどが捕食対象ベイトになっているならシャット系を選ぶなどしてベイトに合わせて変化をつけてみましょう。誘いアクションについて、マゴチを狙う際のルアーのアクションパターンとしては、海底ギリギリをゆっくり一定速度で巻くただ巻き、ロッドアクションを与え、ワームを上下に動かして誘いをかけるリフト&フォール、海底からルアーが離れないように丁寧に引くズル引き、この3つを覚えておけば十分です。初心者の方はリールのハンドルを2回転から4回転くらい誘いをかけたら巻くのを止め、ルアーのアクションを止めてボトムを取り直すのがおすすめです。動かしすぎは NG です。ルアー釣りで魚が釣れないという方はルアーを早く動かしすぎていることが非常に多いです。ルアーの動きと本物の餌の動きを比べてみればわかりますが、多くの場合でルアーは本物の餌よりも動きすぎ、目立ちすぎです。これがルアーの良さでもありますが弱点にもなります。必要以上に大きなロッドアクションを与えたり
リールの巻き速度が速すぎたりすると、状況によっては魚に違和感を与えて食わなくなります。特に人が多い人気ポイントを攻めるときや、活性が低いときは、ちょっとした違和感で魚がルアーに反応しなくなります。上級者の方ほどルアーは必要以上に動かさず、最小限のアクションで釣る方が多いと思います。釣れないときこそシンプルなただ巻きだったり、リールの巻き速度を微妙に変えたりする程度のちょっとした変化にとどめるようにしていましょう。食わせ釣りについて、船釣りの場合、生きエビや小魚を餌にした天秤仕掛けで狙う食わせ釣りが最もポピュラーです。ロッドはマゴチザオのほか、シロギスザオやライトタックル用のロッドが使用できます。仕掛けは棚取りがやりやすい煮込み天秤を使ったものが基本ですが、シロギス用天秤でも代用可能です。イワシ餌の場合はヒラメ仕掛けのような胴付きタイプも使いやすいです。マゴチの歯はザラザラしているので、針の血元、針の根元はハリスをダブルに折り返してから結んでおくと安心です。餌がハゼやメゴチの場合は下顎から針を差し抜き、エビの場合は口から針を入れて針先を少し出します。エビの姿勢を安定させるため、針の血元に糸おもりを4回から5回巻くと良いです。釣り方は仕掛けを着底させ、餌が底ギリギリを泳ぐようなイメージで重りを持ち上げて当たりを待ちましょう。早合わせは禁物で、ヒラメ40、コチ20という名言通り確実に食わせてから合わせるのがコツになります。マゴチ釣りに必要な装備について、フィッシュグリップ、フィッシュグリップは必須です。マゴチは体にトゲがあり、細かい歯もあるので下手に触ると怪我をします。釣り上げた時に激しく首を振るので、フックが刺さるリスクもあります。決して高価なフィッシュグリップは必要ありませんので、小さすぎないものを必ず一つ用意しておきましょう。針外し、ペンチ、ペンチも小さすぎないものを選び、安全にフックが外せるものを選びましょう。刃先にスプリットリングオープナーが付いているものやラインカッターなどが付いていると便利です。ハモ、マゴチはかなりバレやすい魚で、堤防やテトラタイなどで釣りをするときはランディングアイテムは必須です。適当に抜き上げようとするとバラす可能性が高く、水中で直接フィッシュグリップを使おうとするとフックや魚のトゲで怪我をする恐れもあります。タモ枠は 50cm 程度がおすすめです。シャフトの長さは釣り場によって合わせます。低い堤防なら 4m ほど、オールラウンドに使うなら 5m、さらに足場が高い場所の場合は 6m ほどを目安にするのがおすすめです。シャフトの性能は価格に比例します。安いものは高級なものと比べると剛性感や軽さ、すくいやすさが異なります。特に外洋に面した堤防やテトラタイなど波の影響を受けやすい場所では、高級なシャフトの方が圧倒的に使いやすくなります。波がない漁港内などで使う場合はさほど高級なものでなくても問題ありません。ランディングが難しい悪条件下でこそ高級なランディンググッズは必要になります。今回のまとめです。これはマゴチ釣りに限らず全ての釣りに共通することですが、魚を釣るのが上手な方は変化を見つける力があります。魚も人と同じで、何もない砂漠より隠れやすい家があったり、食料となる小型の生き物が近くに集まっている場所の方が住みやすくなります。マゴチを狙う場合は海底付近の変化を探すことが重要です。例えば駆け上がり、底質の変化、流れの変化、障害物、ルアーを引く感触だったり、着底までの長さなどの変化で分かるようになるのが上達への一歩になります。その他、流れ込む水によって水質や水温が変わっている場合もあります。慣れないうちは目に見える変化を中心に狙ってみましょう。慣れてきたら目に見えない変化を手元に伝わる感覚で発見できるようになると、マゴチを狙って釣れる確率がアップします。今回の授業は以上となります。マゴチの極意がこれからのマゴチ釣りにおけるチョークアップの手助けに少しでもなれば嬉しいです。 Web3.0 時代に先駆けて Discord を使った新たな釣りコミュニティ、釣りシティを作っていました。釣り人が集まる仮想都市を目指しております。ジャンル問わず釣り好き同士で一つの街が作れたら楽しそうと思いやっています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、そこからお入りください。これから主流になると言われているディスコードに興味がある方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強していきましょう。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに、
5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力、今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。